いっせーので、いつもありがとうだ。誰がなーまで言うだよ。言ってない、なんかめっちゃ慣れ慣れしいやつおったけど。どうも、パンタイチャンネルです。はい、今日は父の日当日というわけで、こちらにやってきました。はい、一人いない。なんか父の日だから、父への感謝の気持ちを込めて、はい、ユニクロ全身コーデしてくれるそうです。あたす、はい、選びます。誰が選んでくれるの？あ、全員。はい、お、ありがとう。選びます。ありがとう。パパどうしたらいいの？パパはついてたらいいの？うろうろしといて。ああ、もう別行動、完全に選んでくれるって感じ。そうやね、お家帰ったら渡すから。じゃあパパ別のお店入ってます。もういい、頼むで。はい、じゃあもう早速、はい、行きましょう。じゃあパパはここで見送っとこう。はい、じゃあいってらっしゃい、はい、お願いします。バイバイ。そうやな、見て、ほら、いつもありがとうやって、こんなんに入れてもらえるかも。おー、どんなにしようかな。夏っぽいやつがいい。うん、色が夏っぽい。夏っぽいやつ。そうやね。そうそう、この辺どう？ピンクとか、こっちもまあいいけど、夏っぽいピンク、ピンクいいかな。ピンクやってみようか。上の服に合わせたやつね。あ、そうやな。で、一応ピンクやってみて、それに合う T シャツを探しに行こっか。あ、シャツ、シャツもいいかも。こうやって合わせてみてよ。どう？ちょっと濃いない？スパイファミリー。そりゃでもちょっとちゃうな。ポケモンもあるけど、どう？大事。ポケモン大事じゃん。うん、それだ。どう？うん、あ、まあ爽やか。いい感じ。これ1枚で着てジーンズでもかっこいいけど。いやでも白持ってへんかったかな。いやで、これとこれでさ、上なんか白いの羽織るの？いいかも。それか、これで違うシャツとか羽織る。あ、ステテコ的なわ。何それ？これさ、夜寝るときとかにさ、こんなんいいんじゃん。さ、こんなシャツ着るかな。着るかな。こんな色着そう。どんなんが似合うと思う？シンプル。シンプル、どれにする？じゃ、おかえり。ただいま。おかえりっていうか、一緒に帰ってきてんけどな。ただいま、おかえり。どう？いいのあった？あった。じゃあ、早速やけど、はい、もらおうかな。はい。いつもありがとうとか言わなかった。なんで言う？なんで言う？なんで言う？なんで？いっせーので、いつもありがとうだ。誰がなーまで言うだよ。言ってない、なんかめっちゃ慣れ慣れしいやつおったけど。だってなーって言ったよ。ありがとう、いただきました。ふぅ、早速着替えていいの？うん、じゃあ着替えてきます。はい、和室行こうかな。はい、うん、行ってくるわ。いってらっしゃい。いい感じじゃないですか。おお、靴下水色で、水色青で、どうですか。いつもと違う感じですけど。夏やなこれ。どう？似合ってるんじゃないですか。猫の大人な色。猫がこんなのずっと選ばれ。サイチがママがいいって言って、サイチがお揃いやで。サイチもピンクのズボン買ってんな。へえ、ピンク、そうそう、なんかコーラっていうの良さそうじゃない。なんかいいよ。で、これはこれ、うん、でインナーも白がいいって言ってな。なんかほんま青やってんけど、白これ。うん、じゃあちょっと出てくれ。いいよいいよ。どうか皆さん、
うちの娘の、なぁね。うちの娘のセンスどう？大丈夫だ。これ何？捨ててこ。寝る時の？そう。ご飯の穴、青を選んで。これ選んでくれた？うん。青と、青と赤。パイナップル柄やん、これ。はい、でも一緒に選んだし。パイナップル柄？よく知ってたな。パイナップル柄が好きって。そう。満場一致でその柄になったから。へぇ。ちょっとピントって。はい、どう？いい感じ。お父さんみたいな感じだからお父さんだらやな。でも夏っぽいやろ、なんかな、うん、ハワイアンなんとかって書いてなかった、それタグ、うん、シリーズが柄がさ、うん、このほんでさ、ハワイのなんかどっかでさ、カメラが載ってる、そうそうするし、でもなんか質感がさ、うん、ジンベエっぽい。あ、夏祭り感がすごいそう、なんか夏っぽかったよね、すごい。別にパジャマじゃなくても、うん、いい感じよ。よくない？いい感じ。お祭り。T シャツとかも合ってるよ。お祭りこれで行こうから。いいんじゃないこれ。嬉しいわ。ありがとう。息子ありがとう。ありがとう息子。ありがとう息子。あ、これ綺麗にしてくれた。似合ってるやん。さすがパパと顔面そっくりなだけあるな。似合ってるんだよ。タイチは？似合ってる。いいじゃないですか。というわけで、父の日にプレゼントいただきました。ありがとうございます。ありがとう。はい。皆さん、来年も楽しみにしてるわ。何違うの？来年はもう父の日自体なくなってるかもしれないからな。来年ドッキリだけど。いいよいいよ、何でも楽しめたらいいよ。ありがとう。じゃあ次からありがとうございました。はい。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。